こんにちは。私は失語症です。では、この文章を見てください。二人の漫才師が月へ行く計画を立てた。一人が月でジャンプしたらどうなると聞くと、もう一人がお前がジャンプすれば地球に帰ってこれるかもな、と答えた。アアフェ私は失語症ですので、例えばこんにちは、いやありがとうは理解できます。 しかし長い文章や二人の漫才師の文章もほとんど理解できません私は失語症を発症する前は二人の漫才師の文章も理解できましたまた難しい文章も例えば量子物理学の複雑な理論に基づき超弦理論を解明しようとする科学者が多次元宇宙の秘密に迫る中時間と空間の境界が曖昧になり始めたも理解できました突然失業症になると 日常世界が大きく変わり、本当につらいです。皆さんも気をつけてくださいね。登録よろしくお願いいたします。